道によって細道だったら、まあ、細い道もあるからね、全然なくて、はい、やることもないからなんか、歩きスマホをやりながら、まあ、帰ったんですね。バーって反応よかったら「へいへいへい」みたいな感じで「へい」危ないでさ。坂か、うん、ファンか、やっぱジャパンです。はい、ということで始まりました今回のね、やっぱジャパンですけども、はい、今回はタイ人ね2人が日本に住んでて起こったちょっとエピソードについて教えてもらいたいなと思うんですけど、これはもうお二人のリアルな話っていうことでいいですかね。はい。はい、いいですね。じゃあ今日はどっちから行きましょうかね。ファンちゃん。ファンちゃん。私ファンちゃん過去にさ7年間くらい、ね、住んでたけど、なんかいろいろエピソードあるでしょ。その中でちょっとぜひ一つちょっと紹介してもらいたいなと思うんですけど。まあ、最初これはちょっとびっくりかもしれないですけど。はいはい。痴漢。痴漢？痴漢になったことあるの？出たことない。マジ？じゃあ今日はファンちゃんが日本に住んでて痴漢に会った時の話についてお伝えしたいと思います。やっぱジャパンはタイと日本をつなぐチャンネルです。タイの最新情報をはじめ、日本人でタイ大好きなあなたへタイのお役立ち情報をお届けする番組です。毎週金曜日と日曜日の7時半なので、ぜひ見てみてくださいね。まだやっぱジャパンのチャンネル登録してないよって方は、ぜひ登録のほどよろしくお願いします。お願いします。パンちゃんがその痴漢にあったっていうのは、うん、どれ日本に来てどれぐらいの話？多分3、4年前ですかね。うん、今からも 3、4年前だ。はい。もう日本語は結構それなりにできる時だね。ああ、日本語ちょっと喋れるようになったけど、そんなに上手じゃなかった。ちょっと教えてくださいよ。今でも別に上手です。はい。痴漢ってなんかイメージは電車とかの中でじゃないですか。まあそうね。イメージ、痴漢って言ったらすぐはやっぱり電車の中を想像するよね。うんうん、そうだから私はまあ満員電車テムテムしてる。はい、の時にいつも気づいながら、なんか後ろとかなんか左とか右とかちゃんと見てるんですけど、はい。まあ電車の中はそういう経験ないんですけど、実は電車の中じゃないんだ。はい。なるほどね。電車に乗ってる時に満員電車だったら結構気をつけてたわけね。そう。でもそうじゃない、気をつけてない時にやられたってことね。どんな時？秋葉原の方ですね。多いですね。秋葉原と御徒町の真ん中くらい、まあ、その辺です。はい。夜なんですけど、はい、ちょうど、飲み会。そこで飲み会があったのね。はい。で飲み会が終わって、じゃあ帰ろうとなって、やはり駅かなんかに向かってたってこと？その時はまあ御徒町の方住んでたんですけど、うん、なるほど。そのまま、じゃあそのまま歩いて帰れるかなってことね。歩いて帰るんですけど、はいはい。まあちょっとお酒を飲んだんですけど、はいはい。そこでも別に酔っ払ってなかったんですけど、で、うん、道は結構暗かったんですよ。はい。でもさ、御徒町の方に向かって歩くってことは、暗いかもしれないけど人がめちゃくちゃもう誰もいないとかっていうとこじゃないよね、まだ。あ、じゃないですけど、でもなんだろう、道によって細道だったら、まあ、細い道もあるからね、全然いなくて、はい、やることもないからなんか、歩きスマホをやりながら、まあ、帰ったんですね、その時。で、いきなりお尻の方が何か触られた。あれタヌキでも出たかなみたいな。要はいきなり何か触られた感じがあったってこと？そうそうそうな。で、歩きスマホやって前向いたら、サラリーマンの一人がいて、サラリーマン、はい、あの人かなと思って。あ、でも違うんですね、うんうんうん、で、後ろ向いたら自転車、はい、乗ってた人が触られただと思います。後ろを向いたらその自転車に乗ってる人がすぐ近くにいたってこと？すぐ近くにです。なんか逃げるところみたいな、なんか、うん、びっくりして、その時は実はその今みたいに冷静に言うわけじゃないですけど、なるほどね。すごい、いやとか言うから言ったの？もうすごい大声で、大声出して、うわー、だから、あのサラリーマンの人もびっくりして、はいはいはい、大丈夫ですかとかも後で聞
来てくれたんですけど、ね、その自転車の人は逃げてしまったんですね。私も、一応追いつけようと思ったんですけど、追いかけて追いかけてと思ったんですけれども、ダメだったでも今の話だったらやっぱそのスマホやってる時に 後ろからかなんか多分なんか多分手かなんかで触られた感じ、触られた、そう、おそらく多分彼が電車乗りながら一瞬でヘイみたいなヘイ、いやでもすごい やばいでもやばいけどなんだろう、じゃ長い時間ってわけじゃなく、もう本当にこう多分自転車でガーって後ろから追いかけてきて、あまり気づかないくらいです、一瞬割ってきて、でそのままへって思って目があったのか、こうあった時にギャーって声かけ出したら、バーっともうまた自転車で逃げてっちゃったっていうことが、その時なんかこうびっくりしたから、もうカバンは投げちゃって散乱して、そうそうまあ追いかけやのと思ったけど、多分力が抜けちゃってね、できないと思います。その時はすごいびっくりしたから、で結局そのサラリーマンの方は来てくれて、まあ助けてくれたというか、あの大丈夫ですかっていうふうに、大丈夫ですかとか、あいやもうやっぱ誰か言ってくれるからちょっと落ち着いてきたんですけど、そうですね、ダメだったらもっと怖いかもしれない。結構怖いよね。怖いよね。タイとかはどうなわけ？日本はね、今そうやって、まあ、暗い道とかだから、やっぱ暗い夜道は一人で歩くのやめましょうとか、はい、ね、多分でも今のはスマホ持ってたからずっと見てたから、多分カモにされたかもね。ずっとスマホ集中してたらさ、後ろから来たらね、どうせ分かんないだろうとか。でも自転車で乗ってるってことはさ、なんか多分その辺フラ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 してて、そういう人見つけたらすぐにしょっちゅうやってんだろうね。いや、タイあんまないじゃないですか。多分タイなんか気をつけなきゃいけないのはなんかトーンとか取られたりしないか、金とか取られたりしないか、お尻が触れたりとかしないか、そういう時間の話全然なくて、なんか何か盗まれる可能性がないかみたいな。なるほどね。タイと日本の時間はちょっと違いがあるってこと？だ、あ、そうです。タイは時間だけじゃないですね。もっと悪いことをやると、まあ、お金になるものを盗みたいと。お尻が触りたいとかそういうことじゃなくて、触りたいとか思わないかもしれない。あ、でも、まあ、性的なことはやっぱもっと大変な話も聞いたんですけど、うんうんうん、でもお尻触るだけも逃げちゃっちゃおうっていう話はあんまりないかな、タイの方は多分。タイにいるときはそういう経験あるの？ないですね。全く。じゃあ、ね、日本に来て痴漢の経験自体も初めてだし、日本で痴漢に遭ったのも初めてだし、どう、プンちゃん、そういう話聞いてて、そういう今の話ってプンちゃんもだって日本に住んでる時に、はい、そういう気をつけてたりとかしたわけ？プン、日本に住んでた時にそんなことはなかったんですね、はいはい、でもタイの大学生の時はありました。タイで、あ、逆にタイにいる時にあったんだ。タイにいる時にあったんです。はいはいはい、はい、日本はないですね。まあ実はそういうことはどこの国もあるんでしょうね。あんまりスマートフォン一致ながら歩くはしないんですね、うん、はい、だからそれもあるんじゃないかな。いつもタイの場合だってさ、スマートフォン見て歩いてたらさ、痴漢に遭う前に転ぶよね。転びます。危ないでしょ、絶対転ぶかさ、あのガタガタのところでさ、ピュッて踏んで水がピヤンって出てくるみたいな、うん、泥水が、ま、それだと、またが嫌なんですけど、でももっとそれだけじゃなくて怪我になるとかもあるよね、それ、はい。じゃあ、その学生時代の時は何、そのどんなシチュエーションだったの？あのタイの学生の時代、大学生の時代はパスンじゃないですか。パツンパツンね、パツンパツンのね、ぴったりのね、ぴっちりのパツンパツンのね、あ、分かるね。この時代はそれはファッションなんですよ、はいはい、ファッションね、パツンパツンの多分な、はい、やっぱジャパン見てる視聴者の方も、あのパツンパツンの制服を見てなんかいいなと思った人いるはずですよ、いっぱい男性の方。まあ、その時もあのファッションルアイな、うんうんうん、でそれであの大学に行く途中でね、バス乗って、運は、はい、あの席に座ってるんですけど、一人用の席のところに座って、でだん、うん、行ったらだんだん人が多くなって、で運に座ってると、うん、立ってる隣の近くの男の人だったのね。それは81は衝動、
あそこの辺に近いですね。で、人が混んでるから、自分のプンちゃんの前にその方がちょうど立ってて、ちょうど多分座ってるということは、ね、顔の前あたりになんかそういう位置があったってことですか。そう、そう、横に顔を向いている原君のところに、だから位置にちょうどあそこになって、ね、はいはいはい、気にしない、いや、何度も思わないですけど、でもちょっとあれ、ちょっと視界すぎるなと思って、うんうんうん、で、視界だけじゃなくて、なんか車動いてるんじゃないですか。それで、はいはい、まあ揺れて、なんかちょっとちょっとパッと見たら、やっぱりあのやらしいことにやってる、うんうん、だね、わざわざ、わかります、わざわざってことね、ただ単に立ってるだけじゃなくて、多分なんか男性がそのポケットに手突っ込んでるとか、そう、そういうことだったわけだ。まあ言ってもキアーなっても、なんかみんなびっくりして助けてもらいたいと思ってないから、あそこのところからあの離れた方がいいと、うんうん、離れたいと、離れたいから、はい、離れました。じゃああれだね、じゃあもうプンちゃんがなんか触られたとかじゃなくて、その男性の方がそういう風に自分の変、日本だと変質者とかね言ったりするけど、自分が相手に対して、まあ、そういうなんかいやらしい行為とかをやって、なんか満足する、まあ、ちょっとそういうことをしてきてる方の人の被害に遭ったことがあるってことだ、うん、はい、それタイ人だよね、タイ、タイ相手の方も、タイでもやっぱそうあるんだね。電車 VTS ロニーデン、バスか、バスの中でもあるんだね、その日本にもありますよ、そういう変質者。ドラマとかのイメージだとさ、こう冬とかにこうコート着てさ、でなんかバーって反応に向かったら全部裸みたいな、そんな ドラマというか漫画というかね、あると思うけど、まあ、要はそういうような、ね、類のことだよね。結局2人ともその後警察に行ったりとかしたんですか。してな、ないしてない、まあ、そのまま離れた、その場所を全部離れた感じ。あ、私行ったけどね。行った、そう、一人で行ったの。一人で行って行って、その、まあ、近くの交差点になんかあって、ポリスボックスみたいな、あ、交番ね、交番が、交番にあって、はい、相談して家まで連れて行ってくれて、警察の方が家まで送ってくれて、優しいですね。まあ、解決は多分ならないですけど、まあ、結局その人は見つからなかったんですけど、うんうん、今度なんか気をつけてくださいと言ってくれてくらいですかね。なるほどね、うんうんうん、でそれからもう歩きスマホはやめたと。わー、やめてねえな、これやめてないな、やめてないなって。暗い道はやらない。あ、暗い道はね、はい、まあ、暗い道とね、暗い道だけでも危ないし、歩きスマホは歩きスマホで危ないし、まあ、そういうのがね、2つ3つ、まあ、あんまりはできればやらない、ね、そうね、重なってくると、まあ、やっぱ女性はね、痴漢だったりそういう変質にあったりとかね、いろんな危険があるので、まあね、パンちゃんはね、まあ、日本にいますし、でプンちゃんもね、まあ、学生時代とはいえね、タイであったのでね、まあ、気をつけていただいて、まあ、今日はね、2人に痴漢に遭ったことがあるからね、そういうところについてね、話聞きましたが、まあ、タイも日本もね、痴漢だったり変質さはいるということで、はい、まあ、お二人のちょっと経験を教えてもらいました。はい、ありがとうございます。まあ、こんな感じでね、二人が、まあ、日本に住んでて起こったあの話の具体的なエピソードとかをね、またこれからも聞いていきたいなというふうに思いますので、こんなエピソード聞きたいよとか、こんなことなかったのなんていうことが、あの質問とかありましたら、ぜひコメントの方に寄せていただければと思います。ということで、今日の動画良かったよって方はぜひ高評価、いいねの方よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では今日はこの辺で終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょうね。ぞうかんきぷかんなーなか、さわでぃかー、さわでぃかー、バイバーイ。Hey, hey, 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 hey,